はいどうもさっくんです今回はこちらの、えー、この前出ました加藤の JR 四国 N2000 系の3両セットこれを買ってきましたんで、えー、開封していきたいと思いますえっ、ー、と皆さん普通やったら5両の企画限定品買ってはると思うんですが そんなにを、この四国の2000系って深掘りしてないので、えー、試作編成とかどうたらこうたら、そこまで、えー、深掘りするつもりなくて、えー、モケヤ松原さんで買ったんですけども、えー、ちょっとやっぱり見てて欲しくなったんで、この3両だけ買いました。あ、先ほどちょっと見たんですけど、めちゃくちゃ、 顔はいいですね。もう、言葉になりませんね。あの、空みんな買うわっていうぐらいいい顔してました。それではですね、えー、中身の方を見ていきましょう。もう説明書の時点でもイケメンです。車両は先見えてるんですが、とりあえず簡単な、え付属パーツなどの説明を先にいたします。 えっと、編成の、この、例ですね。これも、えー、車両を見る前ぐらいに行きましょう。まず、このシール。シールが、えっ、ー、と、側面の表示1と2。あのー、相性と行き先が交互に出るので、 えー、相性にしたい人は1、えー。行き先にしたい人は2と。で、号車に合わして、えー、1から8号車まで。えー、指定と自由、両方を選べると。かなり、いろんな組み合わせできると思います。で、えー、1両で改装するときの、 えーツマーに貼る反射板と、えー、前面の相性のとこに上から貼り付ける回想と試運転ですね。これも、えー、入っております。えー、そして細かいパーツの方を見ていきましょう。これ、ホロの予備が入ってるんですが、 えー、ここの一番上の戦闘車にね、一個入ってるんですよね。だから、予備として使うのが良いでしょう。で、から、えっと、普通の2000系とかと、根血したいという場合は、この、えー、加藤カプラーの付属のスカート。これをつけると、いいと思います。 えっと、それではですね、えー、車両を見ていく前に、この N2000 系の使い方ですね。それをご紹介したいと思います。えっ、ー、と、最初僕これパッと見て全く理解できませんでした。と、一番上が、えー、本当に今年の7月までって書いてます。えっ、ー、と、南風と渦潮の平結岡山から えっと、どこやったかな。えー、どっかで分割、歌図で分割併合って書いてますね。して、えー、っと、普通の2000系が高知中村と、で、この N2000 系が徳島行くと、いう感じですね。これが一番、あの、整った編成ですよね。他は、 まあ、いろいろバーっとあるんですが、この辺全部、えー、今年の7月までしか見れない運用ですね。もうこれも終わりました。モーニングエクスプレスと高松とミッドナイトエクスプレス高松も2018年3月まで。その下の、これももう終わりましたね。 えー、2019年9月までの渦潮4号。もういろいろ、あのー、終わってきているので、えー、新車が入ってきているので、このように、えー、運用が終了しているものがかなりたくさんありますと、えー、いっぱい記載されております。で、その他、えー、このように、根結できるようになっています。 僕はこれをただただやりたかっただけなんで、え普通の2000系に、このように根結を、え普通にやりたいなということで、えこの3両だけ買いました。えー、渦潮、しかも2020年の7月までと書いてるんですが、これも一応編成例として入っております。なかなか、濃い。 遠征表ですねはいそれでは、えー、3両セットの車両1両ずつ見ていきましょう多分この3両セットをレビューしてる人はほぼいないと思います皆さんあの5両の試作車が入ってる方しか買ってないと思うんでなかなかこれのレビューは見れないと思いますんでじっくりとご覧ください まず一番上に入ってた2459番ですね。このようになってます。ちょっと光の加減でこれぐらいにしておきましょう。これはホロがついてます。こんな感じですね。前面は えー、N2000 系として、えー、量産型ですね。いい顔してますね。これの、あの、ヘッドライトもめちゃくちゃ綺麗でした。こんな感じです、ビト。いきなりですが。じゃあ、ヘッドライト行きましょう。明るい、これすごいっすね。いい感じですね。 おーすごい。なんか直視したら、目つぶしになりそう。でも、それぐらい、それほどでもないぐらいの、えー、ほわっとした、眩しさ、って言えばいいんでしょうか。で、台車も、えー、今回新規作成ですね。えー、前の2000系よりもちょっと落ち着いた、あのー、 ちょっとシュッとしたような台車に、えー、実車通り再演されております。で、ロゴ関係も結構、えー、くっきり書いてあって分かりやすいと思います。車内も、えー、結構分かりやすいぐらい、えー、作りがいいと思います。で、このロゴも意外と、えー、くっきりと 印刷されてて、ここまでズームしても、えー、四国とわかるようになってます。でトイレのタンクも一応連結器を避けて、このようになってるんですが、一応どっかのメーカー、メーカーではないけど、えー、ガレージパーツとかで、えー、トイレタンクに交換することができますね。 で一番気になったのが、えー、普通の2000系とは違って、このエンジンからの排気穴がね、飛び出てる。これが面白いなと思いました。しかも信号印鑑の真横にあるっていう。これなかなか面白いですよね。この量産車ならではと言えばいいんでしょうかね。こういう感じで飛び出てます。 はい次ですねえー、その下のこれも中間車ですねこの四国では中間車が結構少ないイメージなんですがこのセットとあと5両の企画品では、えー、入っておりましたこれがですね2520という車ンですでさっきの 先頭車と違って窓があの小さいですね。こんな感じで窓が、えー、少しだけ、なんか客室窓よりも半分ぐらい小さいと思います。で、これは、えー、完全にあのトイレがない。ほんまにあのつまぶまで全部、デッキまでギリギリね、客室がある中間車でトイレがないですね。 この辺の組み方もまたおいおいやっていきたいなと思います。それによってあの、号車番号の貼り方も変わりますんで、その辺ちょっとじっくりね、えー、考えてから貼りたいと思います。煙突は別パーツみたいです。はい。で、最後に、 このセット内容の一番下。これが動力車になります。2427。これがホロがないです。これがホロ枠だけ。このようになっております。これは結構シュッとしたイメージですね。これはあの、動力車という以外は、最初の戦闘車とまあ変わりはないんですが、 まあフロがない側と言えばいいんでしょうかね。という感じで、ほぼ車体は一緒です。こちらも一緒ですね。はい。という感じで、えー、3両だけ導入してみたんですが、一応ちょっと、 え先ほど言ってたあのア、えー、アンテナの横にある、えー、背穴ですね。それだけ、えー、どのように違うか見ていきます。これが普通の2000系。これの、えー、排気穴、飛び出てないんですよね。こういう感じになってます。ちょうどあの、屋根と面になってるんですよ。 えー、それに対して N2000 系がこのようになってます。まあ、屋根のクーラー関係は一緒なんですが、やっぱ排気穴が飛び出てる。こういう違いですね。あります。で、台車なんですが、このようになってます。えー、ブレーキのてこがね、えー、ないんですよね、こいつは。 N2000。この2000系、これブレーキの、このロットが飛び出てる、ちょっとあのごちゃごちゃ感が出てるというのが、これ普通の2000系になります。これちゃんとあのブレーキシリンダーが出てるのが面白いですね。それに対して N2000 系は、え外側に そんなにゴツゴツ出てない、ちょっとスッキリしたイメージになっております。こんだけ、えー、違いがあります。で試作者はこの顔のまま、えー、カラーがこいつということで、まあ、2両しか存在しないんで、まあ、結構レアな、えー、バラ売りされててもね、えー、普通に倍以上の値段で今売られておりますが、 ここまでよく深掘りする予定はないです。もうこれで、えー、四国の2000系は十分だと思います。でそれでは最後に、えー、サウンドボックスの、えー、四国2000系のカードでちょっと遊んでから終了したいと思います。はい、えー、とそれでは、えー、四国 N2000 系ですね。えー、こちらを、えー、一応設置してみて。 サウンドカードを使って雰囲気だけ出したいと思います。えっと、これ、本日導入した、えー、加藤のパワーバックのスタンダード SX っていうのも、えー、合わせて試してみたいと思います。今、エンジンが起動しましたと。 でこのカードの内容については、えー、結構前に、えー、動画出してるんで、その辺また時間があればリンクを貼っときたいと思います。<noise> はい、えー、というわけで、えー、四国 n 2 0 0 0系を3両導入してみましたが、えー、今後はあの、根血を、えー、楽しみたいだけですんで、まあ、試作編成は、まあ、最初言った通り、ちょっと深入りせんとこかなと思い、えー、導入しませんでした。というか、あの、売り切れだったんで買いませんでした。あの、今後また導入する機会ができれば、 えー、ほんまにあの、できる機会があったらですね、えー、したいなと思ってます。というわけで、今回は、え、加藤の JR 四国 N2000 系の3両セットの開封レビューでした。画面の左でタップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価や Twitter のフォローもお願いいたします。